伝え、平和の尊さを継承することを目的に任務を制しておりますが、今年は来日して岸田内閣総理大臣、細田衆議院議長、細田参議院議長、また雨の予報だったんですが、式典会場中は、好天に恵まれ、多くの方々が、この焼香や、それから、平和の礎などに訪れて、温めて、国旗平和を誓う、そのような時間をご一緒できたのではないかと思います。今年の平和宣言では、戦争体験者が語り継いできてくれた沖縄戦の実相と教訓を胸に刻み、あらゆる戦争を憎み、二度と沖縄を戦場にしてはいけないという決意を新たにするとともに、対話による平和外交が求められているということや、私たち一人一人が平和について考え、沖縄から世界へこの平和のバトンを続けていくことが重要であることを話させていただきました。未来を生きる子や孫たちのためにより良い沖縄の未来を想像し、その社会を目指していくために、これからも全身全霊で取り組んでいくということを心を込めて宣言をさせていただきました。そして、例年のように、沖縄美術と英語のエッセンスとして、述べさせていただき、そのこともまた国境を越えて多くの方々に沖縄から平和の声が届いてほしいということの、声として広がっていってくれればなと期待をいたします。はい、以上です。県内でもね、あの東京でとかに行くニュースですとか、いろいろ騒がしくなってきている中で、こういった式典を、ね、ぐらいの規模で開催できたということで、感想をお伺いします。はい、戦没者の御霊と痛み、そして、一人一人にも、今の私たちと同じような、生き方、笑顔、暮らしがあったであろうということを想像するとですね、やはり二度とそういう世界に来てはいけない、沖縄を戦場に来てはいけないというような思いを皆さんも感じていただけた式典であったらどうと思います。ロシアとウクライナの状況にしても、やはり多くの方々が一日も早い停戦を願うという、そのことにもつながってほしいという願いが、今日のこの4年ぶりのたくさんの方々を歴史で、あるいは参加をしていただいての式典で、皆さんが共通した思いになられたのではないかというふうに思います。毎日新聞に言われて、はい、平和宣言の後に岸田首相の南西諸島の防衛協会には直接触れていないんですけれども、取り巻く、国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく複雑な状況なんだという、平和国家としてはよく言われると、おっしゃっているんですけれども、その挨拶を聞いた感想を、はい、自衛隊の配備については、県民の中にもさまざまなご意見があるということは承知をしております。いた方で、抑止力の増強を急ぐあまりにですね、対話による平和の構築の場面が欠けたり、あるいは、間違ったメッセージとしてその自衛隊の配備が伝わるようなことになってはならないということを常日頃から考えていますので、対話による信頼醸成、平和の構築をさらに一層力強く行っていってほしいという、総理の挨拶を聞いて、いつもそう願っていることですけれども、改めてそういう気持ちを強くいたしました。朝日新聞の方です。先ほどの質問と少し重なるんですけれども、知事の平和宣言の中で、3文書に触れられた上で、
苛烈な地上戦の記憶と相まって県民の間に大きな不安が、生じさせておりというくだりがあります、はい、改めてこの部分についてですね、知事はそのどういう思いとかどういう危機感からこの、文を入れたのか教えてください。総理の会見でもですね、総理はこれまでの専守防衛を変えることはないと、これからも平和を築いていくための努力を続けていくというようなコメントをなさっていらっしゃいますけれども、この文書の中にはそのように我が国が従来取ってきた防衛政策とは真逆のことが書かれていて、それを閣議決定したということによって日本の安全保障に対する考え方、政府の考え方がもう変わってしまったのではないかというように指摘する記者の方々が少なくありません。ですから私たちも従来の専守防衛であれば、それはいわゆるその自衛のための措置としての自衛隊の働きであればですね、多くの国民の中の意見も十分説明が尽くせるだろうと思うんですが、そうではなく、それらに反してスタンドオフミサイルを配備するだとか、いわゆる敵基地攻撃能力を援がためのその文書のような内容に重ねてしまってはダメだというようなことを、今回あえてこの3つの文書を名称として並べることによって、この中に書いてあることを本当に国にきちんと説明をし、我々は絶対に自分たちから戦争をしない、先制攻撃をしないという、その国際法にものっとったそういう国家であり続けるということをですね、政府にきちんと国民に説明をしていただきたい。そして国民は政府のその姿勢をしっかり見つめて注視をしていただきたいというような、そういう思いから今回はこの平和宣言の中にそういうことに対する不安も広がっている中だからこそ、平和を構築していくその日本の国家としての姿を明確にすることが大事なんだと思い、私はここに読まさせていただきました。ジャタイムスの話です。式典の始まる前なんですけれども、知事と総理が少しの間お会いになっていた話があるんですけれども、はい、まずこの事実関係とですね、面談の際にどういったお話をしたのか、はい、繰り返して、5分ぐらいだったんですけども、時間を取っていただきました。これは前回の時間を取って少し結構かなと、こちらからの要望に答えていただいたんですが、内容は、まず、今日の式典に、忙しい中参加をしていただいたことへのお礼と、そして、骨太の方針の中に国家戦略として、沖縄振興、強い沖縄経済を実現するというような、内容を盛り込んでいただいたことについて、それについてもお礼を申し上げました。そして、引き続き基地負担の軽減を実現していただきたいということと、沖縄から世界にさまざまな機会を通じて平和のところを発信していくということと、それからそれぞれの地域とのつながりをなお一層強くしていくために、4月から地域外交室を設けています。それは大きな外交は国と国が当然やることですけれども、我々は地域間外交、民間外交をこれからもしっかり推進していって、よりその平和の関係を構築できるような、そういうことを目指して、さまざまな分野の方々と協力して頑張っていきますので、よろしくお願いしますという説明もさせていただきました。大体そういう内容です。それから何かお返事ありますか。はい、この地域外交、それから民間外交、経済外交についてはやはり地域、特に沖縄の、その予算を発信していくという意味においては非常にいいものであるということをおっしゃっていただきましたので、うん、我々が考えているその外交の、地域外交の理解については理解をいただけたのかなと思います、うん、また軽減については特に、はい、これからも、はい、その西普天間を例示しなければですね、県民の皆様に担っていただいているその負担を軽
軽減するよう努力していきたいというようなお話でした。ありがとうございます。狙いは国防省の狙いはあくまでも経済や観光の相互発展を目指しての、挨拶というか交流ですので、そこが一番大きなポイントだと思います。そして、その日程の後で、また福建省にも私訪問させていただいて、昨年、友好証券25周年を議決してまた25年を迎えましたけれども、オンラインでしか面談できなかったので、できれば関係者の方々にこれからも復権と沖縄の復習して沖縄県のその友好交流をつなげていきましょう、続けていきましょうということの挨拶もさせていただきたいと思います。ですから、沖縄がその緊張高まっているということを不安視するよりも、沖縄は常にこのアジア全体が平和であってほしいというところから、いろいろな、その国の地域とつながりを続けていって、お互いに信頼を寄せ合って互恵関係を続けていきたいということを伝えていきたいと思います。先ほどから対話とか日本の平和の姿を見せるとおっしゃいましたけども、今日は国民に対しても3文書に関する説明が足りない、沖縄県自衛隊が配備される県内市町村にも説明が足りず、アジア太平洋地域との対話も足りないっていう、あらゆるところの足りないっていうのをご指摘されたように受け止めたんですが、いかがですか？対話はやっぱりそのある一定その説明してから対話が成り立ちましたということなので、対話というのは常にドアを開けて、胸襟を開いて、いつでもそのお互いの信頼性を高めていきましょうということを、やっぱりその体現していくことだと思います。行動に移していくことだと思うんですね。で、総理も先ほどの会見では、安全保障についても、はじめとしては透明性を高めていきたいということをおっしゃっていました。透明性というのは、本来安全保障の真逆の考え方なんですが、でも透明性を高めるというふうにおっしゃっているのは、私はやっぱり対話で説明を尽くしていって、そして、では、我が国がどういうような国家であるべきかということを幅広く、皆さんからも声をお聞かせいただきたいという思いだと思うんです。ですからその思いをぜひ体現していただいて、例えば辺野古の問題でも沖縄と政府との対話をする場を作っていただきたいという、私たちが従来から申し上げていることにも、しっかりお答えいただければというように思っています。それではこれで民間交流ももう少しその頻繁にできるようになれば、中国は今非常にビザが取りにくくてですね、向こうからも出にくい、こっちからも入りにくいという状況になってますが、もう少し、その状況が軽減されていけば、積極的に中国の民間団体の有識者の方々と沖縄に招いて沖縄でシンポジウムを開催したり、そういうような架け橋となるようなプログラムはたくさん企画できる。そういうところから、やはりアジア全体がお互いが互恵関係で成り立っている地域だというのを確認しながら、だからこそ平和が大切ですよということをお互いに確認し合いましょうという、そういう取り組みは、これからも十分できるのではないかなというふうに思っていますので、タイミングを見て、そういう、計画も進めていきたいと思います。はい、それではこれで会見を終了させていただきます。よろしいですか。はい、ありがとうございました。